さあ皆さん、始まりました。7月の29日、今が15時10分、いつも通りマーケットの分析やるんだけど、日経平均800円高ですね。ほぼほぼ今日は全て全面高。で、想定通りの上げが入ってきているので、僕も含み益増しまして嬉しいんだけども、ただドル円が円高方向に向かってるし、日銀の政策決定会合も控えてるっていうところで、まだまだ不確定要素は残ってるんですよ。決算シーズンでもあるから。なのでそこあたりもひっくるめて、マーケットの状況のアップデート、いつも通りやっていきたいと思います。で、僕に関して言うと、元証券マンです。で、7年ほど勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナス狙って毎年社長賞を取ったり、実務経験はしっかりと積んできてるので、そこを踏まえてこれからの話参考にしてもらえると嬉しいです。皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会やってるんですけども、今出している12ヶ月 20% オフのクーポンの有効期限が残り3日で終了します。メンバー入り検討してる人は使ってくださいね。クーポン安くなるんで。詳細はこの動画の下の概要欄の方に載っけてますのでよろしくお願いします。というわけで、さあやっていきましょうか。日経平均。まあ、800円上昇で、やっぱし PR16 倍の日経平均の理論株かな？株価かな？ 37,880 円。そこで一旦自立反発が入ってきたっていう形ですよね。まあ、一旦その反転の兆しがね、瞬間あったからね。そこを僕も捉えてから安いところを買ってたりするんですけど、ここあたりで。で、現状のチャートの形を見ると、パラボリック。このドットは日足の上の方に点灯して下落トレンドを形成。ストキャスティックス切り上がってきていて若干。RSI も少し切り上がり。MACD は依然としてデッドクロス。下落トレンドを鋭角に組んでるような状況です。で、日足は一目の雲の中かな？下限のライン、この赤のラインを抜けて、トレンドの転換ライン、この緑のエリアの中に入ってきてるんですよ。うん。で、目先3空形成してるでしょ？窓を、日足と日足との間に空間、窓。これ、1空って言うんですけど、1空、2空、3空形成した後に一旦自立反発なんですよ。で、ここの、その自立反発が入ってくるタイミングを当てきったのは、ちょっと目先はでかかったかなっていう感じがするかな。で、もしここから上がってくるんだったら、とりあえず目先の窓埋め、39,000円っていうところが見えてくるでしょ？一旦ここで戻るんだったらね。で、フィボナッチのラインを引いてみると、61.8% 戻しラインが一応4万600円近辺にあると、38.2% 戻しラインの、この3万9500円から4万円、4万500円、600円ぐらいか。ここあたりで頭取って下がってくるパターンとかもあるから、そこだけケアしたいといけないけど、目先ね、もうちょっと上目指してきて、欲しいですよね。僕もやっぱし買ってるので、特にやっぱし9月に向けてバリュー株、高配当銘柄仕込んでますから、そこあたりがね、すごい顕著ですからね、最近ね。全体的に相場が下がったことで、配当利回りがさらに全体上がってますと。で、9月に高配当銘柄が上がりやすいような状況があるならば、やっぱし7月、8月安いところ、高配当銘柄仕込んで9月に向けたポジション、それを前もって仕込みに行きたいよねっていう形だよね。ただ今日はね、半導体株も一部自立反発入ってるからね。とりあえず窓埋め39,000円どころ目指してほしいですよね。で、今回のこの一旦の自立反発が入るタイミングに関しては結構予想簡単だったんですよ。まず一つ目がやっぱしその窓を一つ、二つ、三つ形成したってことですよね。三空形成した後っていうのは自立反発が入りやすいってところと、あと PR16 倍の日経平均の理論株価37,880円。ここが下の抵抗ラインとして効かないかどうかってところ。で、過去のチャートを見てほしいんですけど、5月と6月、パンパンって一旦急落した局面があったじゃないですか。ここは PR16 倍の日経平均の理論株価がボトムラインとして機能して、一旦反転してるんですよ。なので、PR16 倍ってところがやっぱすごい意識されるって流れの中で、例の騰落レシオですね。あれがすごい安かったと。ここは覚えてた方がいいですよね。騰落レシオのデータ見るんですけども、今日のデータまだ出てないです。7月の25日時点で、6日の騰落レシオが30台まで下がったんですよ。で、ここまでその短期のレシオが下がると、大体やっぱし自立反発が目先入りやすくなるんですよね。なので、そこに僕気づいてたので、7月の25日の時点で、高配当銘柄とか買いに行ってたんですよね。一部。はい。それが今日にかけてから上がってきてるというところで、含み益は増し増しですわ。
いろいろとやっぱしね、テクニカル的、データ的に見たら、さっき自律反発が入りやすいよねっていう状況が、まあ、形成されてた中で、今日800円、900円、まあ、瞬間900円以上上げましたね。上げたっていう、そういった状況かな。ここまでは想定通りなんだけど、あとはその9月に向かって高配当銘柄が、ね、強含んでくればってところですよね。ただ、目先、30、31に日銀の政策決定会合が入ってくるわけじゃないですか。そこの状況によっては、また円高にブレる可能性があるわけでしょ。で、もし円高に行っちゃうと、日経平均の下落圧力につながる可能性があるから、そこだけがやっぱし不確定要素だよね。ドル円今153円の30銭台で動いてます。下落方向にバンドーク、日足がボリンジャーバンドのマイナス2シグマ。下の青のラインに沿って下がる強烈な下落トレンドを依然として形成中で、若干日柄調整っぽい動き入ってるんですよ。で、ストキャン RSI、MACD に関してはまだその RSI が売られすぎの水準なんだけどね。ただ基本的にバンドオフ終了のサイン。下の青のラインから日足が剥がれてパラボリック MACD が上昇トレンドを形成すると、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインであったりとか25日移動平均線ラインからこの黄色のラインまでの戻しが入らないかどうかってところを見なくちゃいけない。で、日経平均とドル円のチャートってのがやっぱし連動してるわけですよ。はい。だから円高に行ってほしくないんですよね、今ね。これ、日経平均とドル円の比較チャートなんですけど、オレンジがドル円、日足が日経平均ですね。今、日経平均は、円安株高、円高株安トレンドなんですよ。はい。なので、ここから日経こういった形でやるとも一致してるでしょ？なので、さらに円高に行っちゃうと、円安関連銘柄ですよね。そこあたりの下落圧力が入ってくる可能性が高まってくる。反面、円高関連銘柄に関しては恩恵を受けるので、今まで苦しんでいた分ですね、円安で。なので、目先バリュー株であったりとか、内需の株が少しずつ水準切り上げていってるわけじゃないですか。ここだけがね、明後日のポイントですね。明後日かな ?31 日。お昼ぐらいでしょ？結果出てくるのが。ちょっとあれで、まだまだわかんないよねっていう状況ですよね。で、そういった中で、やっぱしその PR16 倍のラインを下回ってくるとさらにまずいんですよ。で、ここで見てほしいのが、日経平均のデータになるんですけども、今日のデータ出てないです、まだ。なので、先週末時点の7月26日のデータを見てほしいんだけど、日経平均のこの時の一株当たり利益 EPS は 2367.53 円。で、これかけることの PR をしてもらうと日経平均の理論株価が出てくると。で、今回ボトムを打ったラインが PR16 倍でしょ？さっきの EPS かけることの PR16 をしてもらうと 37,880 円。これが出てくるんですよ。で、その下の 15.5 倍が 36,697 円。で、16.5 倍が 39,064 円。ここが、ちょうど窓埋めのラインですよね。目先の。日経平均の 39,000 の。で、17、17.5 倍っていう風にあって、で、今年の PR マックス値はだいたい 17.5 倍なんですよ。なので、ここまで、PR17.5 倍まで日経平均が上がった場合、そこから PR の下落が始まるかもしれないっていうのは、将来的にもし同じようなことがあったら、覚えておかなければいけないですね。はい。今回の日経平均の天井ラインは PR17.5 倍だったんで、大体。で、これがなぜなのかっていうと、これ話してたんだけど、前からですね。今年の5月、PR17.45 倍であったり、17.74 倍まで上がった時期ってあったんですよ。で、ここを天井として PR は下落に起点してるんですよね。今年は。3月と、あと今回のその7月かな。なので、17.5 倍がやっぱし天井ラインとして意識しなくちゃいけないっていうラインだってところが、やっぱそこの分かってきてる。これ一つのやっぱし傾向として覚えておかなくちゃいけないパターンなのかなっていう感じがします。あとはね、信用の投げ売りが止まるかどうかですよね。ちょうど決算シーズンなんで、マーケット全体で信用改ざんが膨れ上がってるから、今回の決算シーズンも乱高下すると思うんですよ。二極化相場。こんだけ需給が悪かったら、決算の悪い銘柄の投げ売りが入ってもおかしくないというところで、7月の19日の週時点で、マーケット全体で信用の空売りは7600億円相当入ってますと。で、それに対して信用の買いが 4.9 兆円で過去最高水準まで積み上がってるんですよ。売りよりも買いの方が 6.48 倍多いという、まあ異常なぐらいの、信用買いがかなり入っていたっていう流れの中で日経平均は今回急落してます。投げ売り加速ですよね。特に半導体関連であったりとか、全体的に高値掴んだ信用の買い手が投げ売りに転じたんですよ。なので今回下がったわけでしょ。
で、今回の下落の基調に関しては、結構ね、分かりやすくて、バンドオーク、日足がボリンジャーバンドのプラスティシグマ、上の青のライン沿って上がる強烈な上昇トレンドを形成、バンドオーク、日柄調整が入ってパラボリック、マックディが下落トレンドを形成してボリバーの中央線25日までの下落が入りましたよ。これ一つのテクニカルですよね。いつも言ってる皆さんの、言ってる期待、一つの期待値です。確率。結構出る可能、確率が高いんですよ。このパターンってバンドオーク形成後の最終段階で。で、かつ、銘柄コード1570の需給、やっぱそれが元に戻っちゃった。ボーナスステージ終了。それがでかかったと。ここは必ず覚えておきましょう、皆さん。今回の傾向です。これ3月の高値であったりとか、今回の高値の時に起こった傾向なんだけど、日経平均が。この日経レバレッジっていう商品1570ですね。何なのかっていうと ETF です。日経平均が10%上がると20%儲かりますよ。10%下がると20%損するっていうレバレッジ倍率のかかった商品なんですけど、これの急騰局面、日経平均の急騰局面においては、これの需給が良かったんですよ。要は信用の買い手よりも売り手の方が多かった。空売りの買い戻し、ショートカバーが炸裂して、先物中心にショートカバーが炸裂してって上がってったんですよね。で、ここもそう。2月3月相場も日経レバレッジの需給良くて倍率1倍割ってたと。信用の買いよりも売りの方が多かった。ただし、ここから下がってるじゃないですか。この時において、この日経レバレッジの需給が元に戻ってるんですよ。要は、買いよりも売りの方が多かったところから、売りよりも買いの方が多くなった。要は、信用倍率が1倍を上回って、ボーナスステージ終了したんですね。ショートカバーの、要はその上昇のための燃料が切れたので、日経平均は下落。で、今回もそうです。日経レバレッジの需給が元に戻って、ボーナスステージ終了で下落という形が入っている。これ結構ね、たまに急騰局面に出るパターンなんで、必ず覚えてた方がいいですね。空売りの買い戻し、ショートカバーは上昇の時の燃料なんで、大相場形成するときって大体巻き込むんですよ。ショートカバーを。それが燃料が切れるとボーナスステージ終了で、その後売られやすいよねっていう判断になりますから、ここはね、覚えてた方がいいですよね。なので、今回日経平均がまあ下がってきたと。ただね、やっぱしここで持ってる銘柄がどんな部類なのかによって、やっぱし流れは変わっている。バリュー株なのか、グロース、半導体、ハイテク株。どっちに比重を置いて、要はその自分のポートフォリオが形成されてたかによって、今回の急落、もうほぼノーダメージか大怪我かっていう形になってるんですよ。で、そこを見る上でやっぱし重要なのが、やっぱしトピックスの動きですよね。あとはアメリカの動き。トピックス。今日2.23%上がってるんですよ。まあ日経平均と同じような形で下がってますよ。断続的なここあたりデッドクロス形成でどんどんどんってね、入ってるんですけど、下落トレンドが。トピックスもね、やっぱし下がってる高値から。なんだけども、日経平均よりはマシなんですよ。NT 倍率。これ何なのかっていうと、日経平均割ることのトピックスのチャート。要は、分子が日経平均、分母がトピックスなんですよ。上がると日経平均への寄与度の高い銘柄のパフォーマンスが良くなって、下がるとトピックスへの寄与度の高い銘柄、要は時価総額の大きいバリュー株であったり、高配当銘柄、ディフェンシブ銘柄のパフォーマンスが相対的に良くなりやすいんですよね。なので、マーケット全体が日経寄りからトピックス寄りに傾いていたので、こっちの銘柄持ってる人たちは、今回の下落に対しては、あんまりまあ、含み益は減っちゃったりとかしてるかもしれないけど、そこまでやっぱしダメージを食らってない。で、僕はこっちの方に寄ってるので、今、ポジションがですね。これ皆さんに前から言ってるやつですね、ライブ配信とかでも。なので、今回は、やっぱし、対局、ちゃんと見極められてたってところがでかかったのかなっていう感じがするかな。もうアメリカもそんな流れだったからね。アメリカも。GV 倍率見てほしいんですよ。これアメリカ株がグロース株とバリュー株どっちに傾いてるのか、優位に動いてるのかっていうチャートなんですけど、判断する。今、アメリカはグロース株よりもバリュー株優勢で動いてるんですよね。グロース株は軟調な動きしてるけれども、バリュー株は強いんですよ。ローテーションが起こってるんですよ。アメリカバリューより、日経は、日本株もトピックスよりバリューより。だから目先バリュー株が、ハイテクグロースよりもアウトパフォームしてるような状況でしょ？やっぱね、そこの、セクター間のローテーションの動きをしっかりと GV 倍率やったり NT 倍率の、あとは他のメンバーシップ内で話してるテクニカルとか使ってしっかりと見極められてたかどうかってところが、ポイントだったかなっていう感じがするかな。バリュー株上がってほしいんだけどね、もうちょっとね。
そっちの方にもう9月しょ、あの、照準合わせてるので、僕はですね、もう目先のやっつけ仕事はいいんですよ。やっぱさ、僕も証券会社で仕事してるときって、目先の仕事ばっかしてるやつって単月稼いだりするときもあるんだけど、平均的な打点はやっぱ低いからね、結局成績伸び悩んでからね、上司からどやされたりとかしてたから、私、目先のやっつけ仕事よりも将来に向けた仕込み、仕掛けっていうところが、やっぱし重要だっていうのは、僕は全般的に言えることだと思うんですよ。だから、やっぱし先の9月を焦点に照準合わせて、やっぱし一応トレードはしてるような形だかな。まあ、もちろん目先の仕事もしますけどね。目先のトレードも。はい。ただ、あくまでも照準は9月に、今のところは合わせてるっていう、そういった状況です。じゃあ今日、日経平均の上下に寄与した銘柄がどこだったのか、そこも確認していこうと思うんですけども、上昇寄与度1位が東京エレクトロン3.93%上がって、日経平均を1銘柄だけで106円押し上げてます。で、その下に信越、アドバンテスト、ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、ここあたりが上昇。で、逆に下がってるのが、エーザイ、12%、3%急落ですね。で、日立建機、スクリーン、M3 にキーエンス。まあ、ここあたりは下落している。ただ、下がってる銘柄あるんだけど、今日はほぼほぼ全ての銘柄がやっぱし強かった。村田、4.17%上昇。アドバンテストも、まあ、決算前なんですけども、4.11%上がりました。で、TDK であったり、ファナック、オリエンタルランド、はい。東京エレクトロンも上げですよね。まあ、これ決算まだまだ先なんですけど、もうちょっと先なんですけど、で、リクルートであったり、フェローテック、はい。直近急落していた銘柄が、やっぱしスピード調整入ってたので、その分戻しはやっぱしでかかったよ。で、レーザーテックとかも上がってますけど、これバンドオークなんで、日柄調整が入って、パラボリックマックディが上昇トレンドを形成すると、ボリバの調整25日まで戻しが入るかどうかってとこを見るですね。200日と50日、75日、100日と断続的なデッドクロス形成が見えてるからね。基本的にね、今レーザーテック時期悪いんで、半年高値期日までは重たいとは思うんですよ。要は今回の高値が5月の22日なんで、信用取引で高値で買った人たちは半年後には必ず売らないといけないんですね。5月22日ってことは半年後が11月と22日なんで、需給の壁がここなんですよ。ここまではやっぱし戻り売りが出やすいとは思う。で、ワンチャン決算で状況一変するかもしれないけど、不発に終わったらやっぱし投げ売り加速する可能性がある。で、今回やっぱし2018年相場がいろいろとやっぱし思い返されるっていう状況の中で、今回の決算シーズン鬼門なんですよね。そうなんですよね。日経平均のチャートちょっと見てほしいんですけど、2018年相場は、米中貿易戦争が勃発した年で、日経平均が、決算、個別銘柄もそうなんですけど、決算後に全部大暴落してるんですよ。ここは1月高値でこう下がってるでしょ？ 2 万4000から2万円まで下がってるんですよ。この時の状況がやっぱし今と被ってると、トランプさんがで、まあこの時はトランプ政権ですよ。で、米中貿易戦争で関税合戦が中国とアメリカで行われていたって流れの中で、信用取引の改ざんがめちゃめちゃ増えた。要は日商合計の信用倍率が高かったんですよね。今より低いけど、倍率が3倍ぐらいだったんですよ。で、これね、決算後に急落スタートしたんですよ。はい。見た目いいよ、良さそうだよねっていう決算の銘柄も、決算後にこぞって投げ売りが加速したんですよね。なんでかっていうと、マーケット全体で信用の買い手が多かったから。はい。で、今の相場、マーケット全体で信用の買いが異常に多いわけでしょ？で、トランプさん出てきてます。はい。ハイチユのに対する貿易規制強化っていう話題であったり、関税のところとか出てきてる。いろんな状況が似てきてるので、で、ここでやっぱ今回の決算シーズンがどういった動きをしてくるかなんですよね。いい決算を出した主力銘柄がこぞってなんか投げ売られてくるっていう動きになるならば、ちょっと警戒しないといけない。下落に対して。まあ、ちょっとそこはね、覚えておいた方がいいポイントですね。全部が全部下がるとは言わんけど、最近の傾向で言うと二極化するかなって感じがするから、悪い銘柄徹底的に売られて、いい銘柄買われるみたいな形で。最近の傾向はね、まあ、とりあえず決算シーズンは鬼門かな。しっかりと需給を見てから、またぐかまたがないかっていうのを考えてやってもらった方が吉なのかなっていうふうには思います。はい。そんな感じですね。で、他の主力銘柄を見ましょうか。で、あとは、
はい。まあ、キーエンスであったり、ニデックであったり、ニデックも決算後上がったんだけどね、情報修正入ったけど下がってるんですよね。で、パナソニックも弱いでしょ？まあ、これテスラの煽り受けてますけど、で、日経225の銘柄、他の見ると、やっぱしない、もちろんね、ハイテクも戻り売りで、なんていうかな、戻り売りじゃなくてかな、急落した分、戻しは大きかったんだけど、今日の。でも、内需も上がってるからね、三越伊勢丹5.54%上昇、まあ、セブンアンダイはまあいいとして、で、あとはその、下の方へ行くと、セイホとか、ソンポ。こっち系強かったですよね。東京海上5.5%、第一生命5.31%上昇とか、ここ4.81%上昇でしょ？で、銀行株も強かったし、商社株もまあ全面高。まあ、ほぼほぼ全ての銘柄上がってるよね。僕も持ってる銘柄、一銘柄マイナスなだけで、他の銘柄全部上がってる。あ、嘘ついた。二銘柄ですね。二銘柄マイナスなだけで、他の銘柄全部上がってるから。電鉄系であったりとか。ケミカル系も強いと。ケミカル系も資生堂とかも上がってるし。医薬品関連も強かったですよね、今日ね。ここあたり。まあ、エーザイだけがね、13%暴落してますけどね。まあね、きついね。アステラス製薬とか、ここあたり、まあ25日ラインも少しずつ切り上がってきて、200日ライン久しぶりに抜けてきてるし、内需株とかやっぱし強いよ。強いよ。ニーサ勢がいっぱい持っている NTT も直近の急落に対しては感応度鈍かったので、今下落に対して、下がったかったわけでしょ。日経平均はドーン下がった時に。ということは、ちょっとその、下値は限定で上の方に行く可能性あるよねっていう考え方がやっぱし見受けられる。とにもかくにも、高配当銘柄、バリュー株は、今回の下落に対して、あんまりこう、感応度やっぱし、高くはなかった。半導体株中心の急落ですよね。やっぱそこあたりがどう戻ってくるかどうか。偉いところは間違ってないってことですね。で、あとは、まあ、どれに出ましたと。中小型株。1.88%ここを戻してるんだよね。中小型株を戻してる。で、8月相場は換算となりやすいので、換算相場なんで、お盆明けぐらいまでは、やっぱその市場の参加者は少なくなると思うんですよ。お盆明け後ぐらいから、マーケットにね、またいろんな人たちが戻ってきて、明けない活発化するとは思うんだけど、そこまでね、もしかすると中小型株最近の状況で見ると物色の手が入るかもしれないね。換算相場の時は大型株あんまり儲かりにくいので、中小型株にまあ資金がこう向かいやすいわけじゃないですか。でもね、直近やっぱし大型株も急落してるから、目先の仕事をやりつつ、本丸は9月に向けてのバリュー株の上昇ってところを期待していくっていう、そういった形になるとは思う。あとは NS 倍率が上がってきてくれてること、ここもポイントである。これ何なのかっていうと、日経平均割ることの S&P500 のチャートなんですよ。要は、上がると日本株より下落すると米国株よりです。で、直近日本株よりも米国株の方が優位性高かったんですね。この NS 倍率が下がっちゃってるから。で、これが上がってくると、日本株が上昇しやすくなる。動きが良くなりやすいんですよ。すいません、ちょっと物落としました。で、2月、3月相場見てほしいんだけど、ここって米国株から日本株優位性移ってるんですよ。で、ここ、6月相場、6月、7月の日経平均の上昇局面においても、米国株よりも日本株の方が優位性が高かったよ。で、7月の11日、天井取って下がって、日本株から米国株の優位性が高まったと、そういった形ですよね。上昇局面において、この NS 倍率が上がってきてくれるってことに関しても、やっぱしポイント、日経平均が強含むためには。で、9月ってやっぱし、日本株強含みやすいので、配当月だから、だからね、9月相場に向かって NS 倍率が上がってきてくれたら、ちょっと勝機あるかな、日本株に関してもっていうふうには思ってはいる。思ってはいる。目先イベントがありすぎるのでね。あれなんですけど。なかなか難しいですよね、ここあたりがね。で、そういった流れの中で、じゃあ、米国株とかどうなのか、例のスイッチはどうなのかってところなんですよ。まず見たいのが、ビッグス指数。市場の不安心理を表す恐怖指数です、これ。これ何なのかっていうと、機関投資家がオプションでヘッジをかければかけるほど、ビッグス急騰、株は急落しやすいと。で、ビッグスが下がると、株は上がりやすいっていう期待値がある中で、今16.38まで下がってるんですよ。で、転換点はやっぱしここ、MACD のトレンドの転換点で起こりやすい。
これ毎回言ってる通りですね。2月の7日、ビックスのMACD、デッドクロス形成。これ上昇のスイッチです。ゴールデンクロス形成。3月の7日、これ下落のスイッチ。上昇、下落、上昇、下落、下落、上昇のスイッチが入ってるんですね。で、この日付を日経平均のチャート上にプロット挿入すると、大体その通りに動いてるっていうのが分かってます。2月の7日、ビックスのMACD、デッドクロス形成、上昇、ゴールデンクロス形成、下落、上昇、下落、上昇、下落、下落のここで上昇ですね。はい。で、すぐにゴールデンクロス組んだんだけども、バンドオークだったんで、バンドオーク終了サインが出るまで、様子見っていう形で僕はみんなに言ってて、で、ここでバンドオーク終了サインが出てきてから、下の方にドーンって落っこちたっていう感じかな。うん。なので、ビックス指数の動きを見るっていうのが一つポイントである。さらに日経平均であったり、米国株が上がるためには、やっぱしビックスのトレンド転換、MACD のですね、それが必須条件として出てくるので、それがいつ入るかどうかってところは必ず見なくちゃいけないって中で入浴だ。はい。先週、今晩どうなるかですよね。あ、ちなみに今晩はおそらく、限定ライブになるんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと実はこの後韓国に行くんです。ライトがね、あるので。はい。なので、韓国に着くのが夜中だから、ワンチャンね、通常ライブ、できるんだったらするけれども、できない可能性あるんですよ。そうなった場合は限定ライブがするので、その時は動画の下の概要の方に、要はその入り口作っておきますから、リンク、限定ライブのリンク載っけとくので、皆さんそこから入ってきてください。時間はちょっとね、もしかすると、10時半とかになるかもしれない。そこあたりは、ちょっと、また連絡します。こんな感じです。X でね。で、ニューヨークダウが654円高で、4ドル高ですね。円じゃないですね。すいません。で、S&P500 も 1.11% 上昇で、この壁のパターンかな。下がって上がって、ボリバーの中央線25日ラインに頭取って下がって、一目の壁にも当たって、下にズドンっていうパターンにならないかどうかをちょっとケアしつつ、あとはナスダック 1.03% 上昇。ここもね、ここまでの下げはね、予想通りなんですよ。うん。下がって上がって、ボリバーの中央線25日ラインで頭取って下がるパターンにならないかどうか。ここも、よう出るパターンなんで、壁ドンパターンは。で、あとは即時指数 1.95% 上昇ですよね。下落方向にまだバンドオークなんだけど。WTI 原油は 77.64 ドル。っていう中で、やっぱしさっき言った通り、アメリカ株はバリュー株優勢で動いてたと。上がっていたセクターは工業株、素材セクター、アメリカの不動産セクター、金融株、一般消費財、情報通信業とか。はい。こういったセクター、まあ、すべてのセクターが上がってたから、今日は全面高だったよね。日経平均はっていう形ですよね。で、個別銘柄で、やっぱしガーファムの決算ですよね。鬼門がね。今回、アルファベット決算後に下がってるので、はい。下がってるので、壁ドンじゃなくて壁ズドンパターンで一気に下行ったからね。こういった形で、ドンってね。で、アマゾン。この決算が8月1日なんですよ。8月1日。で、メタの決算は1月の31日。あさってですよね。8月の1日の朝かな、だから。で、アップルの決算。これが8月の1日。マイクロソフト。これが7月の30日。はい。こういった形で、ガーファムの決算後に、売りが加速してくるかどうかですよ。出尽くしで。今回アルファベット下がっちゃってるんでね。いっぱいしてるので。で、テスラもやっぱし、ね、現実突きつけられてから下がってるわけでしょ、決算後に。で、NVIDIA の決算は、まだまだ先なんだけども、もうここもね、予想通りの動きなんですよね。こう下がるだろうってことを想定しながら、ほら、さっき言った壁のパターンですね。一旦下がって上がって、ボリバーの調整25日ラインで頭取って下がって下にズドンする。一目の紙を使って。よく出やすいので、このパターンを覚えとってください。いろんなサインが被ると。で、一番上がってるのが 3M であったり、ファーストソーラー、ロック、メタ、ウォールグリーン、クアルコム、ユニティソフトウェア、セールスフォースであったり、ビザ、トラベラーズ、マスターカード、ファイザー。薬品関連強いんですよ、アメリカも。で、仮想通貨関連のブロックであったり、コハイトメーカーの AT&T、メルク、ネットフリックス、ウォールマート、アルファベット、まあ、ここあたりが下がってるという状況かな。で、その他の指数を見るんですけど、中国株、深圳総合指数は弱いです。上海総合指数は小幅高。香港ハンセンは200日ラインで 1.63% 戻してるけど、トレンドとしてはまだ下向きなんですよ。で、ユーロストック50。欧州の EU の代表的な株価指数は 1.06% 上昇。ドイツダックスも上げてると。ビットコイン1070万です。上げてきてる。ビットコインは。
逆ヘッド&ショルダーっぽい動きになってきてるね。うん、そういった中で今日 PBR 一倍割れの ETF、はい、これが 2.35% 上がってるので、バリュー株結構戻してたっていうところかな。でアメリカのリートは金利が下がってるので、アメリカの不動産は上がってるわけでしょ。で日本のリートも今日 0.64% 上昇、はい、っていう中でアメリカと日本の金利が今どうなってるのかちょっと見たいんだけども、日本の金利がどうなるかだよね、本当にね。10年債利回りが 1.020% まで下落中です今。政策決定会合を控えて、うん、なんかその日銀は現状維持だったらドル円157円まで円安戻すかもしれないねっていう記事も出てましたよね、 X 上でね。見た人もいると思うんですけど、それね、誰が言ってたかな、どっかのアナリストが言ってたんですよ確か。でアメリカの2年債5年債10年債利回り20年債利回りは低下中です。だから不動産セクター強いんだけど、日米金利差は今 3.166% です。これ覚えておきましょう。3% 節目なんでね。ここ割ってきたら円高加速する可能性があるから、日米金利差 3% 割れるか割れないかっていうところ、そこ一つであるボーダーラインだと思うんですよ。そこ必ず見取ってください、皆さん。3% ですね。これにアメリカの10年債利回り引くことの日本の10年債利回りのチャートなんだけど、そこ一つ重要なのかなっていう感じがするかな。なので現状のマーケットの分析やったんだけど、日経平均が一旦ここで上昇しやすいよねっていうところは一応目先当てたんで、含み益は増えてる。でバリュー株も今日顕著に動いて全面高だったから、ここは嬉しいところかな。最近の日経平均のパフォーマンスを大きくアウトパフォームしているので、持ってるポジションはですね、9月に向けて動いてほしいなっていうふうには思うけど、もう月変わってやっぱし8月相場になるわけじゃないですか。換算となりやすいので、本格的にこう動いてくるとなってくるとね、お盆明けぐらいなのかなって感じするけどね。あと目先まだね、やっぱしイベント控えてるから、決算であったりとか日銀の政策決定会合であったりとか、そこでまた乱高下するのかなっていう感じはするかな。いい方向に行ってほしいですけどね。やっぱし今含み損抱えちゃって苦しんでる人も多いので、全体上げてくれた方がみんなハッピーじゃないですか。誰もね、やっぱその下げに対しては嬉しいわけじゃないので、いや、安く買えるから嬉しいよ。安く買って高く売る。これ投資の基本なんで、そのためにはやっぱし一旦下げてもらわないと安くもクソも買えないじゃないですか。だから嬉しいんだけども、やっぱし上げてくれた方がみんなのパフォーマンスっていうか利益も増えるからそっちの方が嬉しいよね。上げてくれ、来てくれることを祈って、今言ったところを意識してやっていきましょうか。とにもかくにも、もし今の話が、少しの皆さんの参考になったためになったと思ってもらえたら、よかったら最後にチャンネル登録と、高評価ボタン。皆さん、よろしくお願いします。あと、メンバーシップのクーポン。12ヶ月 20% オフのメンバークーポンの有効期限は残り3日です。今日、明日、明後日で切れるので、12ヶ月ですからね。マックス2ヶ月分お得になるので、メンバー入り検討してる人は、早めに使っとってください。よろしくお願いします。お疲れ様です。撤収！